前はシェリー。クラスはホークナイトよ。よろしくね。仕事ばっかり押し付けないでよ。少しは遊ばせてよ。クラスチェンジ成功だね。すっごく面白そう。早速私のサンドバッグになってよ。私強いんだから。へへん、どうだ。なになに？行くわよ。ごめんなさい、運を使い切っちゃったみたい。戦術の授業なんてつまらないもの。参加しない権利が姫の私にはあるわ。うん、今決めた。ふん、あんたこそ子供っぽいわよ。私はお姫様なんだからね。わかったわよ。訓練に参加するわ。その代わり、この前見つけた洞窟の探検に付き合いなさいよ。なんでって、言ってしまえば、あなたをからかうのが面白いのよ。あなたが焦ってるのを見るのが、ほんと楽しいの。知ってるわよ。あなたが私のこと、ずっと守ってくれてたの。だから、私がこの世界を離れるまで、ずっと、一緒にいてくれる？私は、体を動かすことが好きなの。戦術とか、頭を使うことには興味がないの。指揮官なんだから、その辺分かって。カルサス国のプリンセス。つまり、私ね。考えることは、指揮官、あなたの仕事。だから、私に近くの楽しい場所、案内してよね。はーい、やだやだ。スライムのようなくっついてきたり、筋肉兄貴のようなあちこち動くものが一番嫌い。キースがまた私の兵法授業を見に来たし。ねえ、なんとかできないの？普通お姫様の生活にはこんな悩みとかないはずなんだけど。キースがまた私の何よ、ちょっと真面目になったら、これくらいのことはすぐにできるし。はぁ、気持ちいい。どうしたの？何か文句でもある？ねえ、私のこと好きだよね。私と一緒にどこかに逃げよう。ちょっと、あんたと一緒に遊んでる時間はないの。言いたいことがあるなら今だよ。もう怒った。本気出すわ。この戦争が終わったら一緒にどこかに行かない？